いや、まあ、ふざけやがって。ひど、やめてください。取らせやがって。俺に迷惑かけられる身分か。ん、警察を呼びますよ。うん、呼んでみろ。警察なんて俺の犬だ。相手にもされないだろう。やめて。誰か通報しやがったか。車に乗れ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。おい、何見てんだ。向こうに行け。見せ物じゃねえんだ。失せろガキ。見ろ、お前がトロイからだ。車に乗れ。ようこそ私のベルベットルームへ。気づいたようだな、囚人。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。主の御前だ。姿勢を正せ。ようこそ。お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない、お前の命にも関わる大切な話をするためだ。わきまえろ囚人。誰に向かって言っている。しかしこれは驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。文字通り全ての終わりのことだ。しかし抗う術がないわけではない。更生するのだ。自由への更生、それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。断らなかったな。結構、それで十分だ。お前の更生の奇跡拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ。
共に監視を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務、私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて夜も更けてきたようだ。時期刻限、ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。